いまだに福島においても16万人の方々がそして被災地全体で32万人以上の方々が仮設住宅など困難な生活を強いられていますなかなか進まない復旧復興になさいお気持ちなんだろうこう思います我々は断固として自民党党公明党で 関数をを獲得しし政権奪還を目指してままいいります負けけるわけにはいかないんですなぜ我々が政権奪還を目指すのか、それはもちろん私のためでもありません、自由民主党のためでもないんです、それは一日も早く復興させていく、そして日本の日本に生まれた日本人が、日本に生まれたことを幸せに感じ、日本に生まれた子どもたちが、日本に 生まれたことを誇りにできる、その日本を取り戻していくためであります。どうか皆さん、私たちに力を与えてください。